に今後どうなっていくのかわからないけど、まあ、なんだろうな、しくじりじゃん、今のと私がいろいろやってきたグラビアで失敗したこと、ドレスで失敗したこと、いろいろあるんだけど、何かでも答えちゃうんだ。簡単に答えてるダメなのよ。あのね、普通に聞いたらこんな質問されないじゃん。だけどこの世界はされるの。答えたらダメ。こんな言うって。わかる。こういう質問もそうだけど、普段普通に来てたらされない質問とか、例えば水着になってくださいとか言われるわけよ。だけど簡単になっちゃダメ。わかる。もったいぶってよ。あのその初めてなんか1回しかないから、何も考えずにはい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 言っちゃうと、よくわかんない、自分が思ってない方に行っちゃうから、自分の本当に意思を持ってこうなりたいっていうのを持って、自分が考えて選択していかないと流されちゃう。私みたいにプロレスでも会社の言うとりにするのも大事だけど、自分のねこの意思というか伝えたいことを、思ってることっていうのをしっかり持った方が、しくじった私からしたら絶対、うん、本当にやり直せるならそこやり直したいと思ってるから、ちゃんと理解をすることが今何でもできるから、本当に感動しいなと思いますね。